現在 IoT を活用したスマートシティが注目されています。私たちの研究チームでは都市からの CO2 排出量を削減したり熱中症リスクを防ぐなどの対策を検討するためビッグデータを利用した建築と交通分野のシミュレーション分析に取り組んでいます。また海外の研究者とも協力して気候変動問題の解決に加えて健康的かつ楽しく生活することができる和風スマートシティの実現を目指して都市システムデザインの研究に取り組んでいます。こちらのビデオは2016年10月の平日に東京都の墨田区で実際にどこからどのぐらいの CO2 が排出されているかを推定して可視化したものです。 CO2 排出量を30分ごとに建築物におけるエネルギー利用や道路を車が移動する量を GPS などのビッグデータを利用して推定しています。青い色が道路を走る車からの CO2 排出量の大きさを表し、赤い色がビルや住宅などの建築物からの CO2 排出量を表しています。このビデオから朝の通勤時間には、隅田川沿いの高速道路などの主要道路からの排出量が大きいですが、昼にかけては中心に位置しているスカイツリー周辺のビルからの排出量が増えているのがわかります。また夕方になりますと帰宅ラッシュに伴って宇津木橋付近での渋滞からの排出が大きくなっていることがわかります。このようなシミュレーションに基づく CO2 排出量の可視化情報は建築と交通を組み合わせた将来の都市システムデザインに役立てることが可能です。詳しくは環境儀70号でご紹介します。